サイエンアドバイザーアグリンのアグリンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回は春菊の種まきをやっていきたいと思います。春菊は菊科の野菜で、原産地は地中海沿岸になります。冷涼な気候を好み、大きく春まきと秋まきがあります。気候的には秋まきの方が栽培しやすいですが、春巻きもできます。春菊は鍋物として使われる方が多いと思いますが、その他に和え物やおひたし、天ぷらなどでも美味しく食べることができます。また、栄養素もビタミン C や B1、カルシウムやカリウム、鉄や食物繊維も豊富に含まれています。春巻きの場合は3月の中旬から5月の中旬にかけて種をまきます。発芽適温は20度前後なので、早まきすぎないようにお気をつけください。今回まく種は、こちらの中央春菊です。こちらの種は100円ショップダイソーで、1袋あたり税込み55円で購入しました。ダイソーでは、ほうれん草や小松菜、春菊などの葉物野菜から、そら豆やえんどう、いんげんなどの豆科、そして、トマトなどの果菜類の種も販売しています。一袋では販売しておらず、組み合わせ自由で、二袋で税込み110円で販売しています。家庭菜園など、そこまで多く種を必要としない方は、安く購入できるのでおすすめです。それでは実際に種をまいていきますが、こちらは事前に鶏糞と貝殻石灰をまいて耕してあります。春菊は酸性土壌にとても弱いので、事前に必ず酸度矯正をするようにしてください。それではまず、まき溝をつけていきたいと思います。私たちの場合、ほうれん草や小松菜、春菊などの葉物野菜は、こちらの自分たちで作ったまき溝板を使ってまき溝を作っています。こちらのまき溝板は、上間20センチを最大5畳まで作ることができます。春菊は好光性種子といって、発芽に光を必要とするので、まき溝は浅く作ります。まき溝板がない方は、紐を張り、紐に沿って支柱などで溝を作っていただいても大丈夫です。その他、支柱を使ってまき溝を作ることもできます。このように、まき溝を作ることもできます。それでは種をまいていきたいと思います。こちらには、1袋あたり17ミリの種が入っています。家庭菜園では十分な量だと思います。春菊の発芽率は、他の野菜が80%に対して50%と低いので、多めに種をまくようにしてください。種をまくときは、種が散らばるように指先をこすりながらまいていきます。
巻き終わったら次に覆土をし、よく鎮圧をします。このような感じでよく鎮圧をします。鎮圧をすることで発芽が揃うので必ずやるようにしてください。次にじょうろで水やりをしていきます。春菊は土の乾燥に弱いので乾燥しないようにしっかりと水やりをしてください。最後に防寒と乾燥防止のために不織布のベタ掛けをしていきます。3月に巻く場合、まだまだ朝晩は冷え込むので不織布のベタ掛けをするようにしてください。これで完成です。この後、今の時期ですと1週間ほどで芽が出ます。不織布は4月になって強い霜が降りなくなったら外してみてください。今回は春菊の種まきをやってきました。春菊は土の乾燥に弱いので、こまめに水やるのもポイントです。春菊は秋まきだけではなく、春巻きも可能です。3月の中旬に種をまけば、4月の下旬には収穫を開始することができます。収穫は株ごと収穫する方法と、摘み取りながらする収穫方法があります。おすすめは何度も収穫できる摘み取り収穫です。摘み取り収穫の場合、収穫が長期間にわたるので、収穫のたびに追肥をするようにしてください。ぜひチャンネル登録をお願いします。メンバーシップではご質問にもお答えしておりますので、メンバー登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。